皆さんこんにちは。ナッジを使ったスピーチのコツはありませんかという質問をいただきました。ありがとうございます。スピーチをする時のピークをどこに置くのかというタイミングによって、同じ内容の話でも相手の受け止め方が大いに違ってきます。ピークをどこに置くのか、間違いなく最初と最後に置くべきです。今日は最初になぜ置くのかというお話をします。ここで有名な実験を紹介します。ヘッドフォンをつけて、このヘッドフォンの性能をチェックと称しまして、あるグループには頭を上下に揺らしながら聞いてくださいというふうに実験させました。そして次のグループには頭を左右に振って聞いてくださいというふうにしました。その後でそのヘッドフォンから流れてくる内容をどのくらいポジティブに評価しますかといったところ、頭を上下に揺らしたグループの方が断然ポジティブに評価しました。まるでうなずいているかのような動作をすることによって、もうこれがスイッチになって、その後に入ってくる話もポジティブに受け止めるというふうな心のスイッチが入った状態です。逆に左右に振った場合は、まるでもうノーと言ってるような感じになってしまって、その後の話もネガティブになってしまう。なんとなく分かるような気がしますよね。だから相手にお話しするときも、最初にポジティブモードのスイッチをしてから話をするようにしましょう。人間は同じ話でも最初にポジティブモードのスイッチが入ったかどうかによって受け止め方が断然変わってきます。テレビだなんて最も分かりやすいですよね。最初にポジティブモードのスイッチを押すのに失敗しちゃったら、すいません、視聴者はすぐにチャンネルを一瞬で変えてしまいます。私たち例えば研修会をするときに、ポジティブモードのスイッチが入るかどうかの瀬戸際の最初の1分間に敬礼的な挨拶をするよりだったら、もう全身全霊で、皆さんこれから面白い時間が始まりますよは伝えた方がずっといいですね。今日はまず最初にポジティブモードのスイッチを入れるクライミング効果と言います、そのお話をしました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。